クトモロケ農業体験、今日はですね6月に種をまいた、ごぼうがこんなに大きくなってます。ね、で草も一緒に大きくなってるんで、みんなで草を抜いていきましょう。おお気をつけてね。これがみんなが6月に植えたごぼうです。今日みんながやってもらう作業は、ここの間ね、ごぼうとごぼうの間に草が生えてるんで、この草を引っこ抜いてください。引っこ抜いて、抜いて外に投げていってください。どうでしたか、体験してみて。楽しかったです。おお、よかったです。どんなところが楽しかったですか。奥さからの快感でした。どうでしたか。はい、生まれて初めてこんな大変なことやりました。はい、草取り終わりました。もうこんな感じでね、すごく綺麗になりました。皆さんありがとうございます。それではみんなでね、モロケの新米を食べに行きましょう。おいしい。自然を感じられた。モロケのやつおいしい。新米も食べて、すごくね、楽しいまるっとモロケになりました。次回は12月の収穫になります。よーありがとうございました。ありがとうございました。